リーのトリビア講座イエーイ。心が折れるって言葉があるじゃない？その言葉なんだけど、初めて使ったのは女子プロレス界最強の男と言われる神取忍さんなんだって。Unbelievable！ じゃあまた来週。ご機嫌いかがですか？バニラアイスです。先日、ヤフオクでスーファミ RPG 13本セットを送料込み5940円で落札いたしました。まあね、参考価格を何も調べない状態で入札をしてます。で、落札をいたしました。で、今回は参考価格と比較してお得なお買い物だったかを検証していきたいと思います。はい、それではですね、まずね、この箱から開けていかねばなりません。物は全部この中にね入ってます。ちなみにこの、計算式なんですけど、落札価格が5170円で送料が770円でトータル5940円ということになります。まあおよそ6000円ぐらいですね。はい、ということでまずはね開けていきながら、まあどういうソフトがねラインナップされているのかっていうのをね、皆さんにお見せしたいと思いますね。トータルの金額だけねお示ししてもね面白くないですからね。はい、ちょっと個人情報につながるものはモザイクをかけながらね、やっていきたいと思いますが、あ、結構丁寧にね、梱包していただいておりますね。はい、ということで、あ、納品書っぽいものがある。納品書は、ちょっと待ってよ。まあ、こんな感じですね。確かに5170円に対して、770円の送料で 10% 540円ということで、トータル5940円。確かにこの金額で落札しております。はい、それではね。一本一本見ていきたいと思います。一本目、こちら。うわ、きったね。RPG スクールスーパーダンテですね。はい。あ、吉岡くん。はい、吉岡くんありがとうございます。はい。これがですね、駿河屋340円。負けぶれだと190円ですね。はい。まあ、そんなもんでしょう。そんなもんです。はい。続いては、こちら。お、ソードワールド SFC ですね。はい、ちょっと裏も覗いてみましょう。あ、裏はね、まあまあまあですね。はい、まあまあです。はい。これはですね、駿河屋価格1780円。負けプレだと994円。お、これもまあ、ちょっと安い気がするかな。うん、もうちょっといくと思ってたけど。はい。これもね、結構ね、若干癖のある RPG ですけど、面白いです。はい。続きましては、こちら。お、ソングマスターですね。はい。これもちょっと裏、すごい色、黄ばんでる。はい、黄ばんじゃってますね。はい。で、こちらの参考価格なんですけれども、駿河屋2130円。お、負けプレでも1300円しますね。はい。なかなかいい金額ですね。はい。続きましては、こちら。お、風雷の試練。来ましたね。はい。ま、これ意外に綺麗かな。ちょっとラベルが汚いけど。はい。
風来の試練の参考価格、駿河屋1830円、負けプレ1193円ですね。はい、これも結構いい金額かな。はい、では続きましてはこちら、あ、レナスだ。はい、まあ、知ってますけどね、何入ってるか。はい、レナスです。ただね、状態はね、確認できないですね。はい、レナスなんですが、駿河屋1758円、負けプレだと1000円ですね。はい、これ2だったらめちゃくちゃレアなんですけどね。はい、続きましてはこちら。はい、ドラクエ6ですね。ドラクエ6はですね、駿河屋780円、負けプレ490円ですね。はい、まあちょっと駿河屋価格高いんじゃないの、高すぎるんじゃないのってちょっと思っちゃいますね。はい、続いてはこちら。あ、はい、そうですね。はい、2本目でございます。はい、以下略。続きましてはこちら。はい、 RPG スクールですね。はい、まあ、これは割と綺麗。まあね、夢を叶えるソフトですよ。続きましてはこちら。お、名作、ドラゴンクエスト5ですね。ちょっとこの辺汚いですね。なんかシール剥がしたとかですね。はい、まあ、裏もね、まあ、結構汚いということで、まあ、こちらはですね、駿河屋価格1258円、ちょっと高いんじゃないかなこれ。で、負けプレ410円、うん、まあ妥当なところって感じですね。はい、なんだろう、ドラクエ値が上がってきてるのかな。続いてはこちら。はい、3本目の RPG 作る。はい、ということで、あと3本、3本のうちの何本目だこれ。まあいいや。続いて、ファイナルファンタジー5ですね。ファイナルファンタジー5なんですけど、こちらがですね、580円というのが駿河屋価格、負けプレで310円、まあ妥当なところかな。ちょっと駿河屋価格高い気がするけど、まあ名作で売れたソフトってのはどうしてもね、金額そんなに高くならないって傾向なんでね、ちょっと高い気がするけど、どうなんでしょう。続いてはこちら、ファイナルファンタジー4イージータイプですね。あ、これ結構綺麗だよ、綺麗だよ、あんまり遊ばれてないのかもしれない、イージータイプ、4のイージータイプ、駿河屋価格2200円、すごい、負けプレイでも1500円しますね。はい、結構いい値段もしている。まあこれね、存在もあんま知られてなかったりするので、まあそういうことかもしれませんね。はい、ちょっと希少価値があるのかなって感じ。では最後のソフトはこちら、トルネコの冒険ということで、あ、大冒険ということですね。はい、こちらがですね、駿河屋2530円、桁がおかしいような気がするんだけど負けプレで793円ですね。すごい差がついてますけど、まあどうなんでしょうこれは。これちょっとまたね、参考価格間違ってたら訂正しておきます。はい、ということで全部で13本ご紹介しました。はい、13本、まあ、紹介したんですけども、こちらの参考価格の低い方を加算して合計を出してみました。参考価格合計は9050円でした。まあ、ちなみに高い方でやるとですね、16,646 円。ちょっとありえない数字になるような気がするので、まあ、やはり低い方が妥当かなと思うんですけど、それでもね、購入価格5940円ですから、まあ、3000円はね、お得に買えたということで、まあ、いいお買い物ができたのかなと思います。
まあ、ただね、ダブってるソフトがあるというところを考えると、これ無駄な買い物じゃないのっていうご指摘もあるかと思います。特にね、RPG スクールが3本もある理由がわからんという人もいるんじゃないかなと思うんですが、まあ、私はね、スクールガチャというものをやりたいと思ってますんで、まあ、これはね、大事な動画のネタなので、もう満体です。ということで、いかがだったでしょうか。今回はヤフオクで落札いたしましたスーファミ RPG 13本セットを紹介してみました。いやー、結構予想以上の実は金額だったです。もうトントンになるんじゃないかぐらいな感じだったんですよ。何も考えずに買ったから、何も下調べせずに買うのも、ギャンブルだったんですけど、まあ、お得に買えてよかったです。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。では次回の動画、次回の配信でお会いしましょう。バイナナ。